か見ていいですよね、本番。こんばんは、今日は10月26日午後7時、今日の回数261回ですか、ちょっと今日慌ててきて今何にも用事ない、今仕事から帰ってる、慌ててこう夕刊見る暇なくて今持ってきたんですよ、夕刊夕刊今日持ってきてね、この夕刊ですね、一面にね、御嶽海新入幕、県出身幕内39年ぶりってありますね、こんな私やるときにいつも御嶽海のニュースですよね、というのことで今日も御嶽海のニュースで始まりました、というようなことで、今日もいつもの通り生放送でお送りしております。今日ですね、こちらにね、さっそうとね、かっこいい方いらしてるんですけどもですね、まずこちら、芸名はなんだっけ、まあいいや、坂口さん坂口さんね、そして北村和夫さん、そして早川和子さん、今日準備なくてね、もう大変なんですよ、もうぶっつけ本番で、もう大変ですね、いつもぶっつけ本番なんですけどね、今日は特に見ないでね、今慌てて見てますんでね、もう間違えちゃうかもしれませんけど、いつも間違えてるけどね、そういうことでよろしくお願いします。この皆さんの名前なんですけども、21世紀を思う会というふうなかっこいい名前ついてるんですけど、これなんでこんな名前ついてるんですか。ね、これは平成2年からね、はい、オスワさんで、まずスタートしたんですけどね、まあこの頃は本当に、ちょうど11月の寒い時期でね、大変なんですがね、苦労しました。まあ始めたきっかけはですね、とにかく真っ白のために、なんとか努力しようということで始めたんですがね、平成2年だから、もう今かれこれ25年経ちますね。まあはい、ちょっと今ね、すいません、今だ違うこと考えて、時計が止まってるんで、ね、時計今気にしててね、すいません、申し訳ないです。いや、いろいろね、気にしちゃって申し訳ないですね、今申し訳ないです。生放送なんてね、もういろいろあるんですよね、よく時計止まっちゃうんですよ。はい、すいません、余計なこと申し上げました。ということで、坂口さんね、自己紹介を坂口さんからお願いします。はい、私はガマラ油担当のハッタリのガモノシンです。いい名前ですね。一応芸名ついてるんですよ。芸名ね。はい。次は北村さん。はい、バナナの叩き売りの吉切のマサでございます。かっこいい名前ですね。なんか顔に似合わない名前。かっこいいね。はい。次は早川さん。はい。私は、三代目月亭花子、南京無双玉すだれを担当しております。よろしくお願いします。合ってますね。笑いながらちゃいけません。ね。はい。というようなことで、皆さんどういうようなところでこうなんだ、披露してるっていうか、大道芸やってるんですか。まあ多くはね、路地ホームとか、敬老の日にね、行くのが多いですがね、あと自衛祭、はい、それから あちこちのホテル、政府園でやったり、ホテル国際21でやったり、とにかくもうそこから中からお声がかかってね、やっております。なんか正月になんかすごい大イベントだった、国際ではね、三が日3日間連続で、すごい、やりましたね、正月から。あの時はね、本当に、盛況で。なるほど。やっぱり県内中心、県外はないんですか。県外はね、今のところないんですがね、この間神奈川県からね、インターネットにでいろいろやってくれということで、我々と一緒だな、
出演して出演してね、清滝の観音堂の舞台で、収録してね、神奈川県から来て、はい、それでね、英語バージョンでもやってくれるというようなことで、英語でもしかしたら海外からお声がかかるかもしれない。英語で講じられたんですか。私はやらないですからね、向こうでね、あ、翻訳してくれる、翻訳してくれる今度英語でもならなくてね、海外からね、お声かっても困るねいいじゃないですか、国際的で素晴らしいじゃないですか、まあ、交通費ぐらいね、出してくれれば行ってもいい、交通費だって飛行機だからいや、長野まで行くのは600円じゃねえからな、ね、何万何十万になっちゃうね、あ、素晴らしい、なるといいですね、はい、というようなことで、さかさん、ここに写真があるんだけども、写真ちょっと説明してもらっていいですか、ね、写真ね、あ、ここの前でいいですよ、はい、この前に置いてもらって、これはね、ここ、こっち、ここ置いてもらってもらって、あ、ほう、こうさせてもらって、目ねえんだな、あっこに見えるんだ、あっこに見えるんだ、はい、これはね、はい、オスワさんでやったやつですね、それから自衛隊、で、そうしたい、あとはね、これはね、はい、老人ホームだね、やっぱそういうの多いですか、多いです、逆さまだなこれ間逆さまでさ説明できちゃったから素晴らしいな、これ、ねえ、これはね、高速道路をね開通した時に、ね、今までやってみてたね、逆さまでちゃっちゃちゃっちゃ説明しちゃうのかな、まあ、大体そんなもんですね、はい、そんなもんですね、はい、終わり大体終わり頭もさ、旗の順番も、ああ、旗ね、ちょっとね、旗の順番も違ってますね、すいません、大体全体的に狂ってるんでね、そんなこと言っちゃいけないですね申し訳ありませんです、そこへ来ちゃったということでね、はい、皆さんもね、多分ね、なんだその本物やらねえんかと皆さん思ってると思うんですけれども、ちょっと触りだけやってもらえませんかね、大体あれ全部やると30分で買うんでしょ、まあ30分から40分ね、ああ、それちょっと時間ねえんで、触りだけ、まあ、ね、フルコースでやると、フルコースでやるとちょっと時間ないくて、ね、特番組まなきゃいけなくなっちゃうからね、じゃあ今日は触りだけね、はい、触りだけ、はい、それでは早川さんから、はい、はい、お願いします。皆さんこんにち は, こんにちは、南京無双玉すだれの月亭花子と申します、はい、玉すだれは私一人では盛り上がりません、はい、皆様方の温かいお手拍子と、はいはい、掛け声で盛り上げていただきたいんですけれども、はい、掛け声ご存知ですか。いや、知らねえな、教えてもらわなきゃそれではヒントを出しますよ、はいはい、昨日ではなく、うん、今日でもなく、明日でもなく、さて何でしょう。おととい、おとととと と, と違う、ブンブーですね、じゃあそれであさってだな、あ、そうですね、はい、あさって、あさって、さても南京玉すだれ、これが掛け声になっています。それで私がさてと言いましたら皆さん方もさて、私がさてと言いましたら皆さん方もさてというように掛け合っていただきたいんですけど、よろしいですか。あさって、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 さても南京玉すだれ、あさる、これは不思議な玉すだれ、はい、よっしゃ、ちょいと伸ばしてちょいと返せば、はい、返せないね。小金の稲穂にサモにたり、はい、小金の稲穂がお目に止まれば、はい、福よぶささだ、福よさだ、こい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 、福よこい、こい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 、福よこい、世界のみんなに福よこい、はい、これがいいですか。まだ続きますよ、はい、ほんの触りでね、はい、はい、素晴らしい、ありがとうございました、ごちそうさまでございました。それではバナナの叩き売り、はい、バナナないんだけど、バナナなくても結構でございます。はい、お願いします。はい、はい、皆様バナナ叩き売り始まりますよ。はい、皆様集まってて、前の方へどうぞ集まってください。はい、ね、ただし子供さんは後ろの方、ついでに貧乏人も後ろの方、銭のあるやつは前の方へ出てこいと、ね、はい、このバナナ、台湾は自衛栽培においてとびっきり上等に甘く作ってある。朝どう1日か、羊羹まなか甘くてテレッとしてるじゃないか。
吉原須崎の花魁とても赤くまで広げはいたすまいなんてね、こんなこと言いながら結構毛だらけ、猫灰だらけ、ババアのケツはクソだらけと、ね、三千世界のあの世とやらい、あんた尺までわさくじくまで、共に白身のたかるまでな、信州白野の新そばよりも私はあんたのそばがいいと、ね、結構でございます、結構毛だらけでございます、さあ持ってけ泥棒、ただで持ってけこのバラナ、どうぞ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、これはね、工場なんでね、差別用語がガサガサに出てきたんで、それはね、これはちょっとお許しいただくということでね、差別用語が10個ぐらいあったね。はい、10個ぐらいあったけども、お許しください。ということで、どうですか、行ってみますか。じゃあ、ガマの油を触りだけちょっとやります。ちょっと触り、少し長い触りで、ね、さあ、いらっしゃい、いらっしゃい、ご用とお急ぎでねえ方、ゆっくりと見ておいで。ただいまからガマの油売りの始まりだ。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。手前子に取り出したるは陣中公は四六のガマ。なに、そんなガマならうちの縁の下にもいる、田舎のおじいちゃんの家の近くの沼にもいる。冗談じゃない、冗談じゃないんだよ。お立ち、そんなものには薬石効能がない。手前は日立の国は関東の霊山筑波山で採れた四六のガマ。四六五六はどこでわかるか。前足の指が四本、後足の指が六本。これを名付けて引き戦争は四六のガマとも言う。1年のうち5月8月10月に取れるところから別名ご発想は四六のガマとも言う。さればお立ち、このガマから油取るにはどうする。筑波山は麓の住民や前とも木の根草の根深く分け入り、御箱というつゆぐさを喰らい育ったガマ、四角四面は鏡張り、四角四面は鏡張り。これだ、私、これがガマの油取り機、これがガマの油取り機だ。この中へと追い詰め、小心者のガマは鏡に映った斧が醜い姿に驚いて流す油の汗がたらーりたらり。これを金網の下より取り出し、三七二十と一日間、柳の小枝一尺二寸を持ちまして、とろりとろりと煮炊きしめる。できましたものに赤い新車にヤシ油テレサ天下天てこりから天竺南蛮渡来の妙薬と練り合わせてできましたものが五見物衆の目の前の、これがガマの油、これがガマの油。このガマの油一体何の役に立つかというと、大変恐縮だが、いぼじ切れじ二郎抱っこ、すり傷切り傷かすり傷、冬になりましてお姉様お母様の痛いかゆいひび赤切れ、一度つけてみてくださいます。ピタッとのだがを立ち合い、ガマの油の効き目これだけと言うとまだある。こんなもんでいいかな。そうですね。まだ聞き手だからね。30分あればね、いいんですけど、申し訳ないです。途中でやめちゃったね。こんなこと初めてでしょ。もう途中でやめたのはね、乗ってたところだよね。ちょっとやりにくいね。やりにくいね。で、いや、この素晴らしいんだけど、これって失敗したことないんですか。ありますよ。最初の頃はね、セリフ覚えてねえから、障子紙に娘に書いてもらって、折って、彼に順にめくってもらって、外でやってるから風吹いてて回っていっちゃう。また最初からやり直し。途中からできない。まあダメだね。セリフは覚えてねえんだから。とにかくセリフ見ながらね、大きい字で書いてあって、そう風吹いて回っていっちゃう。苦労したね、最初の1年目はね。まああとはね、大体こんなが減っちゃったからね。素晴らしいですね。まあ、あと他には何か失敗なんかあるんですか。玉すだれ、玉ありをね、引っかかっちゃって、なかなか戻らねえ場合もね、引っかかっちゃってね、よくありますね。あるんですね。あれはよく掛け声でね、ほら、戻らない、戻らないってやってもらうんですね。はい、ということで、さっきからね、こう横で見てると、そのひげがさ、ひげが、これそれ今日ひっつけてた。今日のはね、純毛です。本物です。もう最初始めた頃はつけひげ、
これはね、うん、夏汗かくと順にハゲてきちゃって、落ちて、まあ気になってね、セリフ忘れちゃってまたや元からやり直しなんて苦労、それもね苦労しました。それで、あの頃はねまだ会社勤めしてるからね、この順応するわけない、クビになっちゃうだからね、つげひげで水の床屋で作ってもらって、まあ苦労しましたね。それは作ってもらわなくて、今は手入れは、手入れはこれね1時間10分ぐらい手入れかかるんですよ、これね、3日に一遍手入れ、まあちょっとねそういう苦労もあるんですね、本当に。ということで、時計が止まっててさ、時間あと何分あるんですかちょうど15分くらいですか、ね、あ、そうですか。あ、それじゃあすいません、ちょっとね時計止まってるんですよ今ね、さっきから同じ時間なんですよ、ね、よくあるんですよこの時計がね、これ生放送でしょ、生放送でね、こうよくあるんです。それでね、もう15分だっていうから、最後じゃあ一言だけ締めていただいて、まあね、大道芸でね、真っ白活性化のためになんとか頑張って、いきたいと、みんな張り切っておりますので、皆さんよろしく一つお願いします、はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、今日ね、俺ね、カメラの忘れちゃってそうだね、まあ、カメラ、やばいな、カメラの忘れて喋っちゃったよ。見てて面白かった、そう、引き込まれちゃったね、なんか聞いててポカーってしちゃって、次何だったっけって感じだね、よかったね、はい、ありがとうございました、まあ、はい、はい、来週じゃなくて、はい、この予告です、予告じゃない、お知らせ、お知らせね、はい、うん、この町歩きセンターを中心にね、よさがりマーケットってちょっとやるですね、うん、で、まあ、ちょっとこの間も新聞に出ていたので、出店者募集っていうのをやってまして、もしその子供さんのおさがりをね、次の人にバトンタッチできればなっていうので、おさがりマーケットをちょっとやる予定でいます。ぜひ参加していただければなと思います。町歩きセンターの方に連絡いただければ、はい、はい、参加申し込みお願いしたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします、はい。お知らせもう一個ある、うん、もうないね、あ、ない、はいはいはい、続いてじゃあ来週予告、はい、来週、はい、久々に曲がりよさん、あ、曲がりよさん、うん、はい、これは何かって言うとね、うん、秋の遊学文化祭についてっていうことで、半田さんを含めてね、うん、あと何人かで来られるかなっていうのです、うん、あ、まあ、これがそうか、予告のそのあれ、あー、パンフレット、ね、あ、ポスターですけ ど、 こういう形でね、11月7日の日、文部学校でやりますね、はい、9時30分から、3時までという形でね、こういう形でやりますので、はい、ぜひ参加いただければいいかなというふうに思います。はい、はい、その話をね、はい、ちょっと聞くような形になります、はい、内容的なもので、はい、いいですね、はい、文化祭の中でやるっていう形、中身濃いね、うん、と思います。はい、いいですね、はい、じゃあ来週はそれを来週の、はい、来週のしゃべくるまちろう、どうぞお楽しみに、とはありますね、はい